皆さんおはようございます。ウェルネスユーゴのアリサです。今日はクイック朝ヨガで気持ちよく一日、ポジティブに一日過ごしていきましょう。今日はチャイルドポーズから始めていきます。じゃあマットの後ろで両方の膝を骨盤幅に開いて、足の指、朝一番なのでね、もし朝一番じゃなくても全然いいんだけれども、足の指立てていきましょう。お尻かかとの方に近づけて両方の手前にしていきます。鼻から大きく息を吸って、はぁ、口から全部吐いて、今この瞬間、どんな気分か、自分にチェックインをしていく。エネルギーなんかないな。もうエネルギー満タンだな。なんでもいいです。別にネガティブが悪いわけでもないし、ポジティブがいいわけでもない。ポジティブな感情もネガティブな感情も思考もただの思考です。ただそれがあることに気づいていく。じゃあこのまま体を前にスライドさせて前腕をつけていきます。だいたい肘と肘でこんな風に、肘つかんで、だいたい、この前腕の長さにして平行にしていく。両方の指大きく開いて、両方の膝骨盤幅、吸い気で背骨反らせて、前腕つけたままのキャットアンドカー、吐く息で前腕で力強く押す。少し前腕同士を引き寄せながら脇空の方に持ち上げるようにして、肩甲骨の間広げていきます。吸って吐いて、この前腕をね、引き寄せる力、前腕と前腕の間を引き寄せる力ってすごく大切で、これで肩ね結構安定していきます。吸って胸をマットの方に下ろして、吐いて、じゃあナチュラルな背骨に戻したら、左の足後ろ、足の指立てて、右の足後ろ、足の指立てて、いきなり前腕でプランク、膝軽く曲げていきます。恥骨おへその方にグッと持ち上げて、じゃあ右の指先を左の手ちょっと斜めになるようにしていきます。両方の足を右に持っていく、足のかかと右に持っていく、右の手で力グッと押しながら、下の右の内ももを上にグッと持ち上げていきながら、左の指先空、パーフェクト。じゃあ反対です。左の前腕を少し斜めにして、両方の足のかかとを左に持っていく。もししんどい人は右の手、自分支えて全然大丈夫です。右の手で支えて、左の足を上にグッと押していく。できる人は右の手空。素晴らしい。はぁ、正面に戻ったら、骨盤、マットの方に下ろして、前腕、マットを押しながら胸前、鼻から息を吸って、吐いて体を下ろす。じゃあ指先をマットから大きく開いて、指先で、床押しながら、吸い気で胸前、吐く息で体戻して、あと2回吸って吐いて、最後両方の手胸の横にして、足の指立てて、お尻かかと四つん這いになって、両方の手大きく開いたら、お尻空ダウンワードダック。両方の膝交互に曲げながら、今日の自分の体チェックインしていく。はぁ、じゃあ左の足に体重かけて、右の足空息を吸って、
吐く息で右手の内側に着地、後ろの膝マット、吸う息で体を起こしていく、指先空、吐く息でカクタスアーム、肩甲骨寄せて、このカクタスってサボテンのことです、このメキシコにいっぱいあるサボテンイメージしながら、そして手のひらでもう光合成するようにいっぱい今日の朝エネルギーチャージしていくように、指先空。じゃあこのまま左の手マットにしたら、右の手を下から上に回していきながら右にオープンにしていきます。この動き続けていく。吸って、吐いて、2回目次できる人は後ろの膝上げてみよう。最後吸って、吐いて、右の手マットに戻したら、右の足後ろ、ごめんなさい、スリーレッグドッグ、右の膝曲げて左に倒していく。はあ。じゃあ今のの反対、右の足に体重かけて左の足後ろ息を吸って、吐く息で左手の内側に着地していく。後ろの膝マットに置いて体を起こしていきます。内もも引き寄せて、前の足と後ろの足がマットの真ん中にグッと引き寄せる力使いながら、指先空。吐いてカクタスアーム。肩甲骨寄せて胸空。手戻したら右の手マット、左の手前から下。回して空。吸う息で体を起こして、後ろの足で力強く押します。吐いて、後ろの膝上げれる人は後ろの膝上げていく。最後、吸って。左の手元に戻したら、左の足後ろ、スリーレッグドッグ、左の膝曲げて右に倒していく。はあ、左の足後ろにしたら、ゆっくりとスリーレッグドッグに戻っていきます。じゃあ次の吸い息でプランク。膝ついていいです。吐く息で体を下ろす。吸い息で、胸、前から上、コブラでもアップワードドッグでも自分のチョイス。吐く息で体を下ろして、お尻かかとチャイルドポーズ。ね、次の吸う息で指先空。もう一度カクタスアームにしたら、両方の手を腰の後ろにして、少しだけ後ろに倒れていく。全然無理せずに内もも引き寄せて胸空の方に持ち上げ、お尻かかとにつけて背骨丸めて、次の吸い息で体戻していく。目を閉じて、ちょっと今日エネルギー欲しい人は手のひら空にして、今日落ち着きたい人は手のひら下にしていく。もし今日一日のインテンションがあったら設定していく。インテンションっていうのは、どんな自分で過ごしていきたいかな、どんな日になってほしいかな、どんなことを軸に今日一日過ごしていきたいな、なんかそんなこと。じゃあ両方の手胸の前に合わせて、鼻から息を吸って全部吐いて、頭を心に近づけていくようにお辞儀をしていく。今日もこのマットの上にショーアップしてくれてありがとうございました。ナマステ。毎週日曜日朝9時15分から無料でこのチャンネルでライブヨガを行っています。
だいたい毎回ですね800人以上ぐらいの方がね、参加してくださっています。このライブヤゴは2019年の1月からね続けていて、もう4年以上続いていて、本当にあったかいコミュニティになっていますので、興味があったらぜひご参加ください。では今日も素晴らしい一日を。バイバイ。